今帰りか？じゃあ私も帰ろう。ううん、蝶たちとはじゃれ合ってただけだから。うん、私が昼寝中に花の上に止まってた。今日は天気が良かったからもう十分だよ。にゃ。ご主人様、慣れなきゃダメだよ。私たちはこれが挨拶なんだから。にんにゃ。ダメダメ。もっとじゃれさせてもらわないと。にゃ。にゃ。ですね。お家まで我慢するけど、ご主人様とてもいい匂い。撫でて、ご主人様。気持ちいい。もうちょっと、もうちょっと。ご主人様。他の猫たちがご主人様を狙ってたんですよ。もっと匂いつけておかないと。ご主人様は本当に他の人の目線が気になるんだね。ダメダメダメ。もうちょっと、もうちょっと。おご主人様一人だと、あいつらに、たくさん匂いつけられちゃうよ。ご主人様優しいから撫でちゃうだろうし。いつもダメだって言ってるじゃないですか、ご主人様。うん、じゃれ合うのは私だけです。ダメダメ。あとそのご飯も私のです。たくさん寝たから今日は元気なんだよ。にゃご主人様、誰もいないからほっぺスリスリしようよ。待てって。猫はそんなの守らないよ、ご主人様。にゃー。にゃー。帰る。ご主人様と一緒に。
私たちのお家。ご主人様との時間を邪魔して、人ですね。じゃあその代わりにお家帰ったらたくさんじゃれさせてくださいね。よくわかんないけど、映画見てる時のご主人様、私が何しても怒らないから、大賛成。主人様、抱っこして。抱っこ抱っこ、もっとスリスリしないと。優しいね、ご主人様。主人様のところが一番、明日遊ぶ。